アジアの代表チーム、市場価値ランキング。データサイトトランスファーマーケットが算出したアジアの代表チームの市場価値ランキングを紹介する。10位、中国代表。9位、シリア代表。8位、カタール代表。7位、サウジアラビア代表。6位、ウズベキスタン代表。5位、アラブ首長国連邦代表。4位、オーストラリア代表。3位、イラン代表。2位、韓国代表。1位、日本代表。アジアの市場価値1位に輝いたのは、日本代表だ。2位の韓国代表と1億ユーロ以上の差をつけた。イングランド代表が高そうなデータ。世界だと23位、1位はイングランド。FIFA ランクとの微妙な違いが面白いな。オーストラリア派もっと頑張ってほしい。アジアでちゃんとサッカーになる数少ない相手だから。パクチソンとソンドンヨルがいればその二人だけで1位確実。パクチソン派わかるが。ソンドンヨル派ピッチャーだろ、わら。ソンドンヨルはロタ。今日派俺の中でソンドンヨルノットする。まだ上がるだろう。